こんにちは。今日はクリスマスツリーを飾っていきたいと思います。もう12月なんですけれども、まだクリスマスツリーを飾っていないので、急いで今日は飾っていきたいと思います。今日の動画はツリーを飾る様子だけを映す動画なので早送りしますね。アメリカ人は本物のもみの木を使う派と作り物のツリーを使う派にはっきり分かれています。うちは作り物ツリー派なので毎年このツリーを出しています。高さがだいたい 4,5 メートルほどあるので組み立てが大変です。もう何年も使っているのでツリーについてきたライトが1個も点灯せず、自分でライトを木に巻く必要があります。一番大きなはしごを出してきてツリーを立ててオーナメントを飾っています。はい、クリスマスツリーの飾り付けが終わりました。今だいたい2時間半ぐらいでここまですることができました。でこの後はクリスマスのストッキングの方を、暖炉の上に飾りたいと思います。ストッキングは去年はペットたちのも飾ったんですけれども、今年はとりあえず人間の分だけ出しました。後で犬と猫のストッキングも出すかもしれません。夜のクリスマスツリーっていいですよね。色やテーマに沿ったおしゃれなツリーに憧れますが、家族で行った旅行で買ったオーナメントや息子が小さい時幼稚園や小学校で作ってきたオーナメントなど、思い出のオーナメントで毎年ツリーがいっぱいになってしまいます。今はこのカラフルなツリーを楽しんでいます。クリスマスツリーを飾るとだんだん気分も盛り上がってきますよね。これからクリスマスまで買ったプレゼントを木の下に置いていくので、木の周りがプレゼントでいっぱいになっていきます。アメリカのツリーデコレーションいかがでしたか？今ミツバチ飼育の方であまり話題がないので、アメリカ生活を発信しています。次回の動画に興味のある方はベルボタンも押してくださいね。チャンネル登録もお待ちしています。